ったほら歯が抜けそう。見て見て、あとあとあと、あおい助けて誰か。 VNBI ハロハロ、どうもバリンです。うん、はい、ということで流行るね。今日は韓国で流行ってるあれをやりたいと思うよ。うん、楽しみうにだ。そうだね、韓国では今タコの生きたやつをカブカブ食べる SMR が流行ってるって聞いたよ。 SMR? SM プレイ触覚プレイが流行ってるって聞いたよ。日本では触覚プレイが流行ってるって聞いたよ。それ流行ったの人昔あるね。でも時代は繰り返すから僕たちがやってもう一回流行らせればいいと思うよ。やめなさい。もうなんで、絶対絶対大丈夫。この喋り方でみんななんか可愛いって思ってるよ絶対みんな。あんたそういうの分かっててやってんだよね。だってだってだって聞いてよ。だって韓国のアイドルが日本に来て片言で喋ってるのなんかすごい頑張ってるみたいで可愛いね。あんたはアイドルじゃないの。でも俺もアイドルになりたいようるさいということで本日の企画は超巨大タコ食べてぬめって ASMR 触覚プレイだよ。何触覚プレイって。今すぐタコがもう待っている、待機してもらってるから。キッチンでタコが泳いでるあるね。うん、ってことで早速やっていくっちゅねよ。珍しいじゃん、あんた自由自在なのに。あーとか言って待ち構えてんじゃん。構えてないわ。はい、ということで韓国から生きのいいタコもてけたあるよ。こちらどうぞー。どうどうどう、このタコどうやらハングル文字が書けるって噂らしいよ。うちらより天才だよねー、このミカ野郎それを言うならたこ焼きやろう。ということで早速開けちゃって。いくあるよ。ハナプーセ。あーわーわー、あー怖い。わー、たこさんまだ生きてる。あ、ゴリゴリに来てるよ。息してる。息してるよ。わー、めちゃめちゃ生きてる。これ死なないようにね、ちゃんと酸素やってるあるよ。まだ生きてるよ。市場から取ってきたあるよ。ごめんねー、おはよう。おおおお、すごーい。クラーケンだ。ということで早速まずは、塩もみしていきたいと思います。水入った入った。おし、水入った。わー、生きてる。あ、息し始めた。ということでタコのぬめりを塩で取っていくよ。取っていくあるよ。私失敗しないので。今月の企画で一番楽しみにしてたかもしれない。そんなにユンちゃんと前企画で韓国旅行行った時ね、ユンちゃんがね生きたタコをねバクバク食ってんだけど、俺はね食えなかったのよ、怖くて。ミョンドンのね、それがめっちゃ美味しくて、大きいので食べれるとめっちゃ嬉しい。口に入れても吸盤でね口の中にくっついてくんだ。あー、なるほど。 それがキモくて俺は食えなかった。これすごい強そうだね。じゃあちょっと一匹出してみましょうか。にゃー、うおー、動いてる。はい、ダーン。わー、めっちゃ動いてます。めっちゃ動いてる。めっちゃ元気です、この子。色が変わってる。開ける開ける。塩準備。ぬめりにはこちら、にがり塩がいいらしいので、にがり塩使ってみましょう。出すよ。出すんだ。カモンヌ、タコさん。うわー、うわー、でかい。これアップ。お、めっちゃ暗い。綺麗。めっちゃ強そう、こいつ。本当だ。カメラを狙ってる。筋力。うわ、すごい。うわ、すごい。あ、やばいやばい。やばい、出てくる、出てくる。脱走しちゃう、脱走。パイレーツオブ。おお。ああ、パイレーツオブ。ああ、すごい。めっちゃ力が。やばい、やばい。めっちゃ怒ってる。やばい、やばい。ああ、やばい、やばい。ああ、ちょっとゆんちゃん、ゆんちゃんやった。ちょっと、ああ、力強い、やばい、やばい、やばい。筋肉がすごい。うわあ、あ、めっちゃかっこいい。見て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 、あとあとあと。やばい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 。ちょっと待ってちょっと。ああ、一緒に一緒に。
大理石で張り付いちゃった。頑張ってー。あ、ぬるぬるするからさ、つかむな。怖い、助けて、助けて。あ、はい、塩塩噛まれるぞ。塩塩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 はい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 。うわ、すごい。はい、ということで、神経を締めたので、ここでぬめりを取っていきます。塩もみしていきます。はいはい、そこそこ生きたまま食べるにはもうこれスピード命ですから。うわ、めちゃめちゃ美味しそう。もうこの状態でもういきます。あ、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 え、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 なんか黒い、なんか黒い。え、待って待って、炭出してきてる。タコって炭だったの。あー、炭が、見て見て見て、炭出した。もっと、もっとしようか。すいません、失礼いたします。タプタプ。この玉袋もしっかりこう洗って玉袋やん、もういいんじゃないでしょうか。だいぶ、あの、ザル、ザルないの、ザル、ザル気をつけて。よし、おー、おー、行こう。すぐ食べます。行きましょう。これがタコの生け踊りです。まだ生きています。こいつまだ動けるのか。コックピットはもうすでに撃ち抜いたはずなのに。それでは早速、命に感謝してうますかて参る。何で食べますか。私はね、このごま油、塩ごま油がいいです。じゃあまずこの塩ごま油から、はい、韓国で食べたあの味を思い出したい。うわ、足太い。俺こういうの苦手なんだ。ギョギョ。ちょんちょん。いただきます。いただきます。うん、うっ、うっ、コリンコリン。意外に強いな、こいつ力。うん、おいしい。新鮮だ。これ以上にないほど新鮮な味がしますね。キュルキュル、プリプリ、くっついてくる。それでは皆さん、お待ちかねの ASMR タイムいきたいと思います。はい、いただきます。
はい、ということでどうでしたか、タコの ASMR、はい、すごいこのやっぱ吸盤のねプチプチする音とかがね、あの発泡スチロール、あの包んでやるやつのこのプチプチするのに似ててね、すごい気持ちのいい音です。さすがにタコさんも元気がねなくなってきましたね。でもすごいよね、内臓も取ってさ、神経も締めてさ、うん、まだ動いてるってすごいよね。そこ、このタコの足すごい。わかりますか、このタコの足、一回多分タコの足が切れてまた生えてきてるんですよ。え、そういうこと。これすごくない、ほらすごい、めちゃめちゃ太くていきなり細くなって、ほんとだ。この細いところは、うん、まだ幼児。噛めない、細くあのね、噛めない、硬いね、結構硬いね、うん、もっとね、なんか柔らかいイメージがあったんですけど、うん、意外に硬いですね、締めたばっかり。噛めない。はい、続きましてこちらヤンニョムソース、韓国といえばこれみたいなとこありますよね。いただきます。うん、これうまい、合う。うん、いただきます。うん、おいしい。うん、でもなんかこの企画を通して、うん、いつも食べてるね、食の恵みというか食への感謝が生まれますね、これは。うん、お肉も魚もね、やっぱ最初はみんな生きていて、それを僕らは食べて生きているという、そういうのをね実感させられるようなね企画でしたね、これは。うん、うん、例えばこのね、ここが、このぐらいまでが最高にうまい、うん、わさび醤油、細い足、いただきます。うん、おお、ビミビミ、こうなんていうの、思春期が来たばっかで、うん、大人にもなれない、子供にもなれないみたいな、だからそういう青春の葛藤みたいなものが凝縮した味、そんな感じ。難しい、やっぱごま油塩がいいわ。ちょんちょん、うん、頑張れ、どっちが勝つ。おお歯が抜けそう。おあ、はい、ということでね、一通り足は食べ終わったのでね、うん、あとはね細かく切って刺身にして食べたいと思います。すべての食材に感謝を込めて、命をありがとう。はい、ということでいかがだったでしょうか、韓国で人気の ASMR タコ生きたまま食べる、とてもとても美味しかったね、タコが口の中で踊ってたかな。皆さんも新鮮なタコを食べてみてはいかがですか。もしかしたらね、お子さんがいる家庭とかではさ、うん、ちっちゃい頃からこういうタコの踊り食いとかをしてると、うん、大人になってもね、食への感謝を忘れない子になると思うからいいかもね。そうだな、うん、子供の時から魚をさばいたりとか、うん、そういう経験をね、学校の調理実習でね、させた方がいいの、うん、そうだね、そうすることによってその感謝を、ね、得られるというような、貴重な体験でした。皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、バイユーの ASMR ってすごい面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。改めて命の大切さと食への感謝再認識できたよって思った方は高評価でチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また会いましょう。またな、またな。 See you again! オクトパス、オクトパス、プチュー。